東京臨海副都心大見、青海南埠頭公園釣りもできる、海側日本庭園風の陸側地下、駐車場青海南埠頭公園は、東京都江東区大見二丁目にある都立の海上公園である。東京都公安局所管。1997年4月1日開園。面積は約45,404平方メートル。東京港埋め立て第13号地のほぼ中央部に、 所在する。北北西と東北東へ伸びる L 字状の敷地を持ち、北隣の大見客船ターミナルを挟んで、大見北ふ当公園と接続する。南には、大見コンテナふ当が隣接するほか、西側は東京湾に面しており、その対岸には大井ふ当がある。場内は陸側と海側で、趣向が異なっており、陸側は様々な種類の木々が植えられた日本庭園。 海側は、通年利用可能な釣り場などがある。また、地下駐車場もあるが、1980年代の東京テレポート構想の失敗により共用には至っていない。現在では、イベントスペースとして使用されることがある。海側にある噴水、公衆トイレの周辺及びその前の道路は、長年にわたり、多数のバイクが集まる溜まり場となっており、日没から、 夜明けまでバイクの騒音がひどく近隣が多大な迷惑を被っていた。インターネットの掲示板やツイッターなどの SNS では、この近隣には人がおらず多数のバイクで集会行為を行ったり暴走行為をしても問題がない場所だと伝えるものが多くおり、その影響により近隣を走り回る若者が多数いた。また、それらの行為を見物に来る若者も多数いた。 そのため警視庁が2016年12月24日、検問を実施し、これらのものを排除した。2017年1月14日、関東運輸局、警視庁が不正改造車取締りを実施した。2019年現在も警察が引き続き取締りを強化している。なお、それらのバイクは2017年夏頃から、若須公園の駐車場に集まるようになり、 同様に騒音による迷惑を及ぼすようになった。その結果、2018年4月1日から、若須公園駐車場は、夜間、二輪の乗り入れが禁止になった。若須公園駐車場が、夜間二輪乗り入れ禁止になる、前日の夜には、バイクが集まることによる被害が甚大なために、バイクが乗り入れ禁止になるという事実にもかかわらず、多数のバイクがお祭り騒ぎで集まってきた。なお、 こうした問題が増大し、最後には閉鎖された例として、西日本では大阪市第七岸壁、東日本では横浜赤レンガ倉庫街がある。また同様の懸念がされている場所として、潮止めイタリア街や江ノ島、道の駅、市川などがある。なお、こうした場所に集まること自体が、迷惑行為に他ならないと再三にわたり、指摘されているが、ツイッター等の SNS では、 一部のマナーの悪いもののせいだと主張する声が多く、そもそもそんなところに行くな。勝手に溜まり場を作るなと指摘する、良識的なバイク愛好家は、SNS 上では少数派であって、たまり場に集まる多くのものは、自分が迷惑行為に参加しているという自覚がない。このことは、上記の若須公園の閉鎖前夜のお祭り騒ぎからも指摘されており、 またその自覚の無差から今後も各地で同様の問題を引き起こすであろうと指摘されている。テレコムセンター駅下車徒歩2分。以前は東京水辺ライン、東京都観光機船が運行しており、停留所、大見が直結していたが、現在は運休している。 http://www.tptc.co.jp/.park/.0109 会場公演ガイド青海南沸騰公演東京港ふと株式会社 http://www.tptc.co.jp/.park/.0109 ポイント会場公演ガイド青海南沸騰公演 見どころ東京交付等株式会社 https コロンスラッシュスラッシュ clicccar.com スラッシュ2018スラッシュ01スラッシュ05スラッシュ545646スラッシュアイズグライダースポット閉鎖問題原因と対策は https://www.mlt.go.jp コロンススララッッシシュュ i スラッシュカントスラッシュプレススラッシュデートスラッシュ1701スラッシュ0116スラッシュカラッキー 17116PDF プレス情報千葉東京運輸支局管内で不正改造者を排除する特別該当検査を実施国土交通省関東 運輸局 http コロンスラッシュスラッシュ www.tptc.co.jp スラッシュパークスラッシュ0307アクセス会場公園ナビ、高等区立、若須公園駐車場の利用制限について、ありがとうございます。